れるか、あそこまで。でかいよね。でかすぎますね、あれは。60はありそうな気がするんだけど。いや、60は軽く超えてますね。どうだろうなぁ。あー、下に。角度悪い方入っちゃいました。入っちゃいました。下に。怖いよね。怖いっすね。うわ、なんかこれもう、空間っすね。でしょ。空間、そう。それ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 。痛い、やっぱ。めちゃくちゃ深いっすね。いろいろなんか僕が溜まってて、潜っちゃってるんですよ。どうも、ヨネちゃん TV、トラです。今日は気合が入っております。というのも、先日ですね、組長神崎組長と最終来た動画もう上がってると思うんですけど、その時にね、でっかい平田いたじゃないですか。あれ取れなかったんですよ、結局。なんで組長の方からリベンジしてこいと。はい、なんでそれを今日ね、ピンポイントで取りに行ってしっかりリベンジしてこようと思うんで、すいません、今日も名人の BG さんとよろしくお願いします。よろしくお願いします。絶対取りましょう、あれですね。いますよね、多分。まだいると思う。そうですよね、はい、いや、あれは悔しかったね。ここあるんでね、ちょっと今からはしごを持って担いで行くわけですけど、あの時もすごい暑かったもんね。もう一度戻って山下って、そうですよね、脚立取ってもう一回行くぞみたいな感じで、はい、作戦ってどんな感じですか。一応その出てる手で、はい、もうはしごは伸ばしておきます。あ、伸ばしておいて、はい、入られる穴を防いで取るみたいな感じで、はい、よし、はい、頑張りましょう。だから出てなかったらもうこの作戦もう普通だっていうんで、トラップも考えたんですけど、はい、結局回収がすぐできないと、そうですね、そのなんか良くないから、はい、トラップはちょっとやめとこうかなっていう、はい、なんで今ちょっと明るいうちに一回行って見て、でチャレンジしてダメだったら、暗くなったらもう一回行くっていう感じで行こうと思います。そうですね、はい、はい、それでは行きましょう。レッツゴー。ヨネちゃん TV。 いや、こんな感じでね、これ結構重いです。ありがとうございます。何キロぐらいあるんですかね、これ。それ多分10キロ以上ありますよですよね、結構肩にずっしり、どうですかね、いますかね。で、この間結局そのみんなして、はい、多分動画もオンせずに見惚れとったから確かに、うん、30秒ぐらい見てました、ね、そう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 、うん、やべえのがおるって。で、まあカンちゃんともう65あるよねって話しとったけど、はい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 、いや取りたい、65は取りたい。もうあとちょっとですかね。はい、頑張りましょう。頑張りましょう。そこに木があります。見えないですかね。ちょっと見づらいかな。あまり音もね、光もちょっと消していこうと思って、結構敏感に入ってちゃう可能性ありますもんね。そうですね、はい、じゃあちょっと行ってみようと思います。暗くなっちゃったんだね、うん、でも暗くならんと多分見えない。いい？行くよ、うん、あ、これ見てらっしゃる。それ置いた方がいいかもしれない。ちょっと椅子とりあえず、はい、いるいるいる、いましたね、BG さん。いたいたよね。いましたね。で、どうします、作戦、作戦、
まず、はしごも伸ばさなきゃいけないですね。いたいたいた。明らかに、でかい影が。これを、はい。こういう感じでいいかな。そうですね。あ、今撮ってる最中。はい。ちょっと、なんて言うんだろう。形変えて、こんな感じですよね。はい。で、伸ばしといて、もう逃げれないようにするんですね、それで。もう無駄なものは置きましょう。うん、いや、いましたね。いました。出てましたね、うん。今ので逃げてなきゃいいですけどね。じゃあ、脚立物を伸ばしますか。うん、脚立物。いや、ワクワクしてきたぞ。皆さんすいませんね、変な映像ばっかで。伸ばしといて、はい、倒しといて、はい、これ全部伸ばしたよね、確かぐらいの高さでした、うん、どーんとこれで全部伸びた。で、トレクラしてるからこれで一旦、はい、あれを封鎖しますわ。わかりました。で、その後はしごをかける感じですか。そんな感じで了解です。樹液の匂いがすごい。じゃあもう完全当てちゃって、これでお願いします。はい。ちょっと見やすいですね。じゃあ、こっち側ですよね、もうちょっと。いきますよ。ちょっと。いきますよ。はい。はい。そこに、います。あ、これもしかしてこれで入れちゃう？入れちゃいますか？いるよね。いますね。これ？それです。もうそこで塞いでもらって、うん、あ、落ちた。え？落ちた。ほら。あ、本当だ。こんな簡単に？簡単に？おお。どうすか？でかいけど。はい。でかいけど。でかいくないですか？うん、でかい。でかい。あれ、作戦、脚立。ボトッと落ちたもんだって今。でかいけど、これ多分ね、60あるよね。わかんないです。65はないような気がする。わかんないけど、ちょっと測ってみますか。測ってみましょう。いや、びっくりした。簡単に、あんだけ作戦で、この壮大な作戦、ここまでの道のり、まあけど取れたんで OK ですね。OK だね。よかった。よーし。あ、でもでかいよ。じゃあこれはしっかりノギスで測りましょうか。うん、ですね。やった！61。やった !60 オーバー、うん、来たやったこれは60オーバーよっしゃー、うん、やったぜよっしゃー。これはちょっとキープでいいですか？ですね、私。かっこいいよ、これすっげー。かっこいいですね。うん、いやー、65欲しかったけど、うん、けど、夏は始まったばかりだ。すごいな。ボトンって落ちてきましたよね。違うんだ。ちょっともうちょっと空気を読んでほしかった。あの壮大な、ね、格闘。そう、格闘するつもりだったのに。60は間違いなく60以上あるね。ですね。うん、やりました。これはありがとう。かっこいい。かっこいいですね。いやー、ちょっと取れ高はあるけど尺問題は尺。綺麗だね。ですね。あ、ここの本土のあのトゲもあるじゃん、足の。ここに見えますね。ちょどこですか？あ、本土の、ね、特徴でね、はい、消えちゃうんだけど、ずっとここにトキンってやったら見えます、後ろ足に。あの不接のこのこのちょうどこれでやると、あ、はい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 、ここ、はい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 、トキンってあるの見えます？これ特徴なんですか？これ特徴なんです。
ホンド平田の。あ、見ますね。いや、今見えましたね。見えます、見えます。それそれそれ。はい。いやけど簡単だったな。簡単だったな、本当に。まあでも60はです、ね、どうだろう。毎年一匹取れるか取れんかな感じでやってるんで。一応報告ですね。うん、組長、組長、我らやりましたで、ね。65以下でしたけど。我ら。下っ端これで格上げしてもらえますかね、組長。組長もっとすげえの取ってるらしいんで。うん、ね。うん。やけど、けどまあやったよね。今期のレコードは更新しましたね。もうちょっと格闘はしたかったですけど。よっしゃー。じゃあちょっといつもの。やった。いつもの言わせてもらっていいですか。俺のものは俺のもの。よし。イオネーション TV。イメージとはかけ離れた撮れ方だったんですけど。ですね。作戦をさ、すごいイメトレしてさ、あの、ですよね。あの前回逃げられた穴に入られんように、はい、タモで塞いで、でも落ちた後の。音が60ミリぐらいのノコとかヒラ、キノコとかミヤマと全然違った。ヒじゃなかったですね。うん、重量感が。そう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 。ドソンみたいな感じでしたもんね。もうこれもね、心なしか軽いですよ。じゃあしかもさ、広げてさ、めっちゃ準備したのに。そうそうそう。で、本当だったら上で、そう、コトコトやって、そうそう。やるのが理想なんですよ。こっちはこっちで、なんていうの、穴を防いどってさ。っていうのを思い描いとったよね、はい、まあやらせはなしなんでどういう形であるの取れて、しかも60オーバーの、うん、いうところなんでね。組長とさ、はい、もう65はあるでしょうって、うんうん、あの高さだったらって言ってさ、見とれとった時に話しとったからさ、はい、あのもう見た瞬間とりあえず65はないような感じだったじゃんね。まあそうですね、あのちょっとハードル高く しすぎたね、うん、61でも十分ですから、ね、うん、本当にじゃあまあ実際でも僕らって基本ミヤマを一番多く取りに行くじゃないですか。そうですよ、ね、だから基本平田狙い、あ、なんか飛んでるクワガタ。えで、だから平田の僕らが60取るのってなかなかチャンス少ない、ないですね、うん、だ全ここミヤマのポイントですね、うん、そうそう。だから去年かなんかその前か、はい、トラ君がでかい平田取ったじゃないですか、はい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 、あれも奇跡に近いからね。うん、そうっすね、うん、もうわしの中では運良すぎと思ったもん。だって何回か通って、はいはい、わし取れる感じなのに、はい、なんか平田数回行って取れたみたいな。耐久運は結構あるんで、ね、はい、なんでね、意外とあの撮影早く終わっちゃったんで。そうそうそう、今からちょっともう一本撮影しようと思うんで。じゃなんかさ、だってさ30分ぐらいかかると思っとったじゃんね。まあ30分以上かかると思っとったですよね、うん、正直なんでね、ちょっと、今日はこんな感じですけど、これで終わろうと思います。はい、もう今日は60ミリオーバーを撮ったんで、あの絶対グッドボタンお願いします。ね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日はこれでお芝居したいと思います。あの飯テロは今回なしで、はい、じゃあバイバーイ。バイバーイ。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。